投手が最重要ポイントではあるが、センターラインの野手も補強したい。ドラフト全体のバランスも総合的に考えて決める1位が誰になるのか注目だ。渡来隆起の可能性もかなりあるな。1位はさすがに投手でいけよ。なんでセンターラインの野手で渡来になるね。一応高校時代セカンドで今も練習してるが、まあないか。渡来ってライトだろう。外野の頭数も足りないし、指名してもいいけど。渡来とか育成の木下相手に全然だった時点でな。三軍投手をボコれない社会人野手は勘弁願いたい。確かに小蛇は8月の巨人三軍との練習試合でほぼ完璧に抑えてたが、三軍の投手に抑えられたり打者に打たれてたんじゃ厳しいか。まさかの上田西の横山誠也とか坂本的にね。いわゆる入る選手系で巨人スカウトコメントもあるし、水野も好きそう。将来的にはサードセカンドもありみたいな。門脇は23歳だけど吉川は30だし、怪我もあるし、センターラインだけは常に補充してかないとな。二遊間は過剰に補充しても半端な集まりになるだけだから、使える選手一人で十分。育成の首はあと数名くらいで、支配下の首は残り5人前後といったところか。今年投手行かなかったらアホやで。細野で決まり、断言する。戸郷、山崎、赤星がローテで大卒1位どもがこの有様だからな。さすがに球団も水野も気づいてるし、原への忖度もなくなった。ドラ1は予想つかんよ。これ逆にドラ1さえしっかりしてくれてたら、戸郷、山崎、赤星に続く若手黄金ローテだったんだろうな。今年のドラ1も桜井、桑原、高橋クラスだったら無理して指名しなくていいよ。3位クラスを1位に繰り上げるのだけはやめてくれ。山崎が TJ してなかったら確実に競合不可避だったし、2位で取れたのは幸運だったが、1位のあれは知らん。今年は野手だったら事前公表すれば一本釣りできるだろうというレスを見てなるほど、そりゃそうだと思った。まあ1位は投手で間違いない。